私は今羽田空港に来ております。で今回なんですけど福岡と熊本に行ってきます。で実は2週間前にも福岡と熊本行ってきたばっかりなんですけど、ちょっと前回帰ったのがかなり久しぶりっていうところと、これからね、しばらく帰れなさそうなので、今回も九州に帰省します。それでは早速飛行機の搭乗手続きです。エントランスがあるので、ここから、手荷物検査入ってラウンジへと進んでいきます。はい、JALのラウンジ入ってきました。いやもうこんな感じで空間が半個室になっているところもあって、まあ、かなり快適です。で上級会員になるにはかなり飛行機乗らないといけないんですけど、一度上級会員になってしまえれば、これ僕が持ってるカードなんですけども、クレジットカードを作れてですね、まあ、これを保持してるだけで、まあ、半永久的にステータスが維持できるっていうものになってるんで、まあ、もしもね飛行機たくさん乗る方とか少しでも快適に飛行機乗りたいっていう人にはかなりおすすめです。それではもうあと30分ぐらいで飛行機になるので、はい、ここでゆっくりしたいと思います。福岡到着しました。で私は今博多駅に来ております。で博多駅って博多口と筑紫口がありまして、博多口の方が、天神だったり中洲中心街を向いている方で、一方筑紫口は福岡空港だったり、あとは東福岡高校を向いている方面になります。でこのねここの道をまっすぐ15分ぐらい東福岡高校があります。で今から私何をするかっていうと脱毛に行きます。で普段、ね、銀座の医療脱毛通ってたんですけども、ちょっとまた所々生えてきたっていうのを、友達がねこの博多駅の近くで美容脱毛かやってるみたいなので、まあ、せっかくだし行ってきます。今から水性の油皮脂を取っていきます。はい、ホテルに到着しました。今回宿泊するホテルはザ・ブロッサム博多プレミアです。で僕が福岡来るときによく使ってるホテルで、めちゃくちゃお気に入りです。でちょっと博多駅からは 7,8 分ぐらい対角線上にキャナルシティがあるので、まあ立地としてはそんなに悪くないかなと思います。それでは早速中に入っていきましょう。はい、それでは部屋の中に入っていきます。カードキーがこんな感じで山笠が描かれてて、むちゃくちゃセンスいいですね。今回宿泊1210です。それでは入っていきます。はい、それでは部屋の中を紹介します。こちらがトイレですね。応答性でめちゃくちゃ綺麗です。お隣が浴室で、このホテル大浴場がめちゃくちゃ綺麗なんで、あまり使わないんですけど綺麗でいいですね。はい、洗面台結構で、ここからが寝室。まあ、ホテル新しいんで全体的に綺麗でもあるんですけど、清潔感あっていいですね。でもこのホテルの特徴としては和の雰囲気結構感じられるホテルで、個人的にはすごく好きです。で、まあ、何よりもお気に入りのポイントがね、この大きな窓ですね。
まあ、より開放感があって私個人的にはすごく好きです。でこのビルとビルの間見えますかね、博多駅見えておりまして、まあ、その奥には福岡空港もあるんでタイミングが良ければあの飛行機飛んでるところも見えます。で、まあ、動画には撮影できないんですけど、ここ大浴場むちゃくちゃ素敵なので、あの福岡宿泊される際はぜひこのホテル使ってみてはどうでしょうか。東福岡のコーチングに向かっております。で今日福岡35度ぐらいまで行くらしく、むっちゃ暑いです。であの2週間前にも東福岡行ったんですけど、その時よりも断然に暑いですね。ちょっと教える方がへこたれるぐらいです。であの東福岡のコーチングもあの花園ぶりなので、まあ、ちょっと半年近く経ってますね。でここ最近のちょっと私の個人的な活動をお話しすると、4月に東京中央区で、ちょっとラグビーアカデミーとはまたちょっと毛色は違うんですけども、まあ、ラグビーを通してですね、あの子どもたちの身体能力を向上させるってことを目的にですね、まあ、総合的な運動をスクールといいますか、そういったものを、中央区ラグビー協会と一緒にですね、立ち上げて今順調に活動を進めているところです。まあ、あとはね、まあ、ちょっと学校名は言えないんですけども、まあ、とあるところからですねコーチングのオファーいただきまして、まあ、順調にあのそちらの方も活動を進んでおります。で、まあ、YouTube とか、まあ、ちょっとインスタとかであの DM でよく問い合わせが多いちょっと留学についてあのお話ししようと思います。結論として皆さんに認識いただきたいのが、もうなんで留学するのかっていうのをあの明確にあの目的意識を持ってほしいなと思います。よくあるのが、まあ、2週間ぐらい留学したいですと、まあ、1ヶ月ぐらいの場合もありますけど、まあ、そういった問い合わせが来るんですね。2週間とか1ヶ月でじゃあ何を習得したいのかっていうのをきちっと明確にしないと、もうそんな期間なんてあっという間に過ぎるわけなんですよ。じゃあ短期間行って試合に出たいですって言って出れるかっていうと、それかなり厳しいんですよ。例えば高校で言うと、まあ花園が近いあのシーズン中にですね、まあ、いきなり知らない人がポーンと来て、まあ、試合に出せって言われると、まあ、出せないじゃないですか。まあ、それと感覚一緒なんですよ。だからまあシーズン中にあのあっちに行くっていうのはやっぱ結構ハードルが高くて、まあ、長期留学を前提に、まあ、ニュージーランドのその文化を知ることだったりとか、まあ、食事面だったりとか、まあ、そういったものを学びあの肌で感じたいと言ったような方にはですね、もう本当にあの短期留学っていうのはおすすめなんですけども、今の時代ってやっぱりこうデジタルも発達していて、まあ、そのコーチングの技術だったりとか、そのコーチングの中身って、まあ、インターネットである程度知れるようになってきているので、まあ、やっぱりちょっと僕が留学してた時とはまた時代が違ってるんで、そこら辺はあのしっかりと認識した方がいいかなと思います。あの行けば何か変わるわけでもないので、そこはちゃんと頭に入れて何をしたいのかっていうのを整理してほしいです。あと長期留学については前もってしっかり準備することが必要だと思います。まあこれも繰り返しになるんですけど、行けばどうにかなるわけではなくて、例えばその英語の部分だ、英語スキルの部分だったりとかで、やっぱりこう日本にいる間にしっかりと勉強して準備しておかないと、行った途端やっぱ言葉も通じませんっていうことで、やっぱ話にならないんで、その英語に慣れるまでの期間っていうのはやっぱもったいないじゃないですか。やっぱそういうのって日本にいる間に準備できますし、まあ、そういうこともちゃんとやっておかないとやっぱりこう無駄なものになってしまうので、まあ、そこは注意が必要かなと思います。はい、東福岡到着です。見ての通り学校はむちゃくちゃ綺麗です。僕がね在籍、まあ、大学してた時よりも、まあ、綺麗になってたっていうか、あの校舎が建て替わったんですよ。だからこう本当ね、高校とは思えないぐらいの立派な建物で、どうすか、なんか大学みたいですね。こんな綺麗な学校で3年間すごい過ごせる生徒たちが幸せですね。あの東福岡は男子校になりますね。これが共学だったらもっと嬉しいんでしょうけど、残念ながら今のところ共学になる雰囲気は感じられないです。こっちの方がグラウンドになってますので、はい、じゃあコーチングの準備をしていきます。このためにこれやらないと、ただ話して終わるだけで、は
まだまだ低いけど、声だけはジャパンレベルできるんです。アタックを始めるときにディフェンスが構えてない状況ってどういうことだと思う？そうです。それが今こうなっちゃってるケースが結構あるんです。何のために、ね、今アタックとディフェンスでこれだけ差をつけてるのか考えるか。で、2番手で番号、ディフェンスの番号に入れて、アタックスペースに使う。例えば4号だったらどこが強いか。そうだ。で、そういうのをアタックやるやつが2つ認識持って、で、外側が手を出すんだよ。そいつが的確に手を出さないと連絡できない。よりスピードを。はい、練習終わりました。今日35度ということだったんですけども、まあ、それ以上あったんじゃないかっていうくらいむちゃくちゃ暑かったです。もう2週間前よりもダントツに今日の方が暑かったですね。メンバーは 7,80 人ぐらい今日担当させていただいて、まあ、主に下のチームにいる子たちがメインだったんですけども、まあ、やっぱり声を出すことと頭を使うということがいかに大事かということに、ね、フォーカスを当てて指導をさせていただきました。やっぱりね、声出すこと、頭使うことっていうことは、まあ、小学生であれ、まあ、それは社会人、まあ、代表選手であれ、まあ、これは同じこと、共通していることなので、やっぱりそこってね、普段から考えてやらないことにはいざっていうことに、まあ、いい判断できないと思うので、そこをね、フォーカス当ててトーマセッションさせていただきました。はい、それでは実家の熊本に帰ります。実家に帰る予定だったんですけど、急遽福岡空港に来ました。で、これから東京に帰ります。ちょっとね、九州の方に台風来てて、まあ、このまま東京方面行くみたいなんで、予定してた日程は帰れなかったんですけどね、仕事だったりとか、ラグビーの精神もちょっとできなくなっちゃうので、もう今回はもう実家帰れず残念ですけど、もう仕方ないですね。はい、これから、まあ、ラーメンでも食べて飛行機乗って帰ります。それでは。